40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。たこ焼き無限チャレンジ、イエーイ。たこ焼き無限チャレンジ、たこ焼き無限チャレンジ。プチ旅行としてね、はい、僕たち遊びに来たわけですけど、はい、大阪でたこ焼きでしょ。間違いない。そうなってくるよね。うまいです。とりあえず今70分くらいあります。全員限界になるまで無限に追加して。次何個だった？前回俺が39とかただあったら、そんなぐらい。俺48。79、79、79。たこ焼き専門家なんで、たこ焼きの大食いだけ僕出てるんですよ、はい、僕大阪のたこ焼きが本場なんで。あ、なるほど。メインストリートの感じでしょ。めっちゃごめん、こっちがボケてんだからボケ重ねんだよ。当たり前なんかボケみたいな思ってるかもしれないけど、ガチですからね。おお、その感じがもうやかましいというか。正義正義正義、やかましい、やかましい。じゃじゃーん、うわ、開封です。うわ、うまそう。ボリュームがね、すごい。塩マヨがやばい。匂いがやばい。これ見て、これ。うわー、これはうまい。香りがうまい。せいも、せいもこれ大好きだもん。絶対これやばい。いただきます。いただきます。いただきます。うまそう。衝撃だ。これ食ったことある。こんなヒントを出した方がいい。出した方がいい。マジで出した方がいい。レベル違うよ。これ無限ディビニティ。無限と書いてディビニティです。ありがとうございます。めっちゃうまい。あん、あん、あん。今までの時点で一番うまい。これ、これ出した方がいい。本当に全単語俺ら言うてんの。全単語もう言ってる。8割俺が言ってた。かっけえ。あ、うまい。かっけえ。9回2アウト。ほんとよかった。ありがとうございました。おーい、どうも。どこ行った？飯ってやっぱ気持ちいいとこで終わるべきだ。無限を縦にして今8個しか食ってないでしょ。醤油味。ちょっと醤油味。お、あ、醤油ドア。いい食いっぷり。これ多分日本一の醤油使ってる。断言するわ。お前の曲勝つ。もう言うまでもなく、俺勝つ気でいるから。いや、俺も。置いてくのやめて。ネギしか食ってない。ね、全種類のネギを。あーあー、じゃねえ。僕13で。でも本当になんか幸せね、うん、大阪の味が。愛を感じる。温かみだよね。本当に素晴らしい。幸せです。バカ野郎。バカ野郎。あれ？口数減ってる。いや俺は余裕よ。いや俺も余裕よ。俺は機敏よ。わかりました。アイテム。お、あ、本気出す。やべえ、取ったらめっちゃ楽になる。うわ、これ飲むまでもない。やばいやばい、まあ、でもない。うーん、あれもない。今何？18？ 18？ すごい顔している。どこ向いている。15だよ。15目でしょ。食ったんですか？食ってない。え、食ってない。残ってます。まだ15？ 14です。そう、おっさんや、俺のセリフや。誰客観的や。25、たぶん今言う、23。ちょっと見て、数え方がバカ。めちゃくちゃバカや、数え方。めっちゃバカや。腹何分目今？何分やわ、結構。マジで？でもそれはないわ、俺。でも俺、でも何個？24、25。うわ、25、視聴者。え、追加でーす。おーい。やべえ、相手に。正義さん終了。正義さん終身。こんなわけないでしょ。俺だってもっと大食い出てんだよ。そのためにもこの一滴で俺はもっと高みに行くんだ。行きましょう。おー、立派や。お前ならいける。国いけるぞ。なんでやねん。言っとくの忘れましたけど、今日負けたらもう4連敗で全然勝ててないんで、京平さんと大食いレギュラー交代。王者だったのにもう二軍降格です。やばいね。ずっと浮いとる。思うじゃん、冷ましてる。なるほど。きついなって言ってる。
引退終了です。正義の限界16 16何も笑ってんねん。27ぐらいお前だけは静かにしえエントリーさできてないなんで食えないのお前だよね。この前豚弁の残りのサメちゃんのやつ何だっけ3個半ぐらいしか食ってなかったいや4個はい、30個いきまーす。30個いきまーす。うわ、何個も大台ですね。俺も30です。よし、もう亀行きましょう。よし、でっけてて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 一歩進んで前なら一歩進んで偉い人ひっくり返ってペコペコ。なんでどっちもやってるんだよ。お前、挨拶してるよ。おー、ネポ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 デブがそんな動きすんない。何個目？39。やばいな。やばいやばい。もう逆転してる。逆転とかはもうどうでもいいな。これはもうペース関係ない。どっちが先に倒れるかなんで。いや、なんかやってみてね、思うんですけど、神秘的。同じ人間なのに全然空量が違う。あ、確かに。これ逆転、逆転しよう。え、やばいやばいやばい。引退だ。お前が近づいている。何だよ。本当や。あれもうきつそう、めっちゃ。いや、俺もバリツール。マジで痩せてない。痩せてる。横顔見たらビビるぐらい痩せてるよ。こんな飯食ってんのに。はい。なんで？マジで人間じゃないだろ。人間だわ。この方と同じ量。意味わからん。本当神秘的だわ。そう、神秘でしょ。これが一般人ですから、食いたくて食えないんですよ。何のふざけもなしで16杯限界なんですよ。あ、めっちゃ消えてる。こんにちは。36。え、何本あったの？やべえ顔になってる。やべえ顔してる。俺気づいた。きついのは俺だけじゃねえんだってことに。もしこれで俺が一気に3個ぐらい食えば、もうこいつのメンタルは完全に崩壊するな。完全に崩壊。いったー。しかし隣の男も1個いったー。3、4、5、2個差変わらず。お前が食ったら俺食うよ。いやー、38個目。38。でももう無理。もう無理っつったよ。無理っつったよ。全然全然。マジでもう、マジで違う。ギブアップします、僕。38個。うわ、おお、終わった。ギブアップ。ライキさん終わった。マジやばい、マジやばい。あと3つで追いつける。やば。あと3つやろ。ジャンプ、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 ジャンプ。やばい、マジやばい。やばいやつだ。こいつを終わらせるわけにいかない。特別ルールだ。俺は1個食ってやる。おお、貴様にポイントを付与してやろう。意味わかんねえ。お前、最近手助けされすぎだろ。お前も食えへんよ。怖いよ。もう目の前にするぞ。もう怖いよ。怖いの。よし。うわ。サーボーの36個目を食べる。頑張ってくれ。よっしゃ。大食いを背負っていくんだ。あと2個で追いつけます。もうね。持ってからのこの恐怖。もうやってみてください、本当に。ちょっとこの感覚わかるんで、限界まで来たらもう待つだけでめちゃくちゃ怖くなる。さあ、もうライバルとしてアドバイスを一つしよう。半分にするんだよ、そこ粉を。はいはいはい。そうするとバカ食べやすい。なんだと。ちょっと見た目がいける。そうそう、ちっちゃくない。あのね、ちっちゃかったらいけるんだよ。余裕や。おーおーおー、すごいガチ。やばい顔してた。あー、意地でも行く気だ。飲んだ、もう飲んで、もう飲んで、飲むスタイル。あ、あといかあといかあと。これ錠剤か。あ、すごい。はい、すげーすげーすげー。同率1位で行くつもりだ、これは。実はそう、20個目ぐらいから俺もうきついから。だけど敗戦の陣っていう気持ちでなんとかここまで来て。なるほど。それでもお前が強いから俺もう今超困ってます。同率です。ギブアップです。終了。16、38、38、合計92。サイズがね違います。誰やねん。自然とあの通天閣のおっさんみたいになってくるんです。そんなー青って言う。なんでなんでギリマス引退会だろ。すごいと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。いや、もうこれは頑張ったんで、チャンネル登録とこれとはしなさい。もう命令ね。歴代で一番きついですよ。一番きつかったね。おや、俺前に上位くん。きついきついきつい。連戦連夜で。回しか出てない。
次の大食いでお会いしましょう。サトシ。サトシ。想像つかん覚悟でぶっかまされてる奴らけ。